お酢,お酢って調味料なんだけど、マジ塩よりひどい、ひどいっつったらちょっとあるかもしれないけど、そ塩よりさ、俺酸っぱいの好きだから、まあ、お酢好きなんだけど、やっぱあるといいんだけど、しかも酢って扱いがむずいんだよ、まず。量の調節間違っただけで事故起こるしな。あいつは危険。そう酢はね、すべてを破壊できるパワーを持ってるから、やっぱり大企業が、 長年の研究の結果もう完璧な配分でやっぱり商品として提供されてるわけだからだからやっぱマヨネーズとか素晴らしいんだよねだから俺餃子もポン酢で食うんだけどそのポン酢の素晴らしさってそこでもう常に安定した味,味を供給していただけるんですけどあのよくさ餃子屋とかに行くとさあの醤油とさ酢とラー油を自分で 混ぜて作るるパターンああじゃんであれさ調味料のその配分をミスるとさ「あやばいちょっといっぱい出ちゃった」ってなった時にさどん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 とんでもないタプタプの調味料できないうわ俺が頼んだ餃子じゃ絶対この量消耗できねえっていうようなさ水たまりできるじゃん、まあ、あれがねマジでねバグいるんだよなそれ言うとそれ不器用すぎるとかねあもう大体全部そう なんか自分は器用なんかどうか知らんけどね。なん言う人いるんですわ、これ。だ不器用って。絶対決まった定量入れれんのか、それ。どんなだよ。もうそれも、あれの話もそうだね。なんか食い方がどうとか、食い方が下手とかさ。その不器用なやつにも優しいかどうかなんだよね。猫舌食い方が下手なだけ説、あれ言い始めたの最初。誰だよ、あれ。罪深すぎ、あれ。 あれマジで罪深いよ。俺あれ許してないからな、あれ。あれ最初に言い始めたやつあれ嘘つきだからね、あれ。あれ大先輩だよ、あれ。なんか、舌の先からをつけてなんか食ってるから食い方が下手だからあれ熱く感じるみたいな。なんか真ん中から食ったら、なんかその真ん中に乗せたら熱くないみたいなこと言ったんだっけあれ確か。ちょ昔のことすぎてあんま覚えてねえけど、細かいこと。 で、ええー、そうなんだ俺、俺猫舌だから、うわ、これ助かるわーって思って、真ん中にポンって言ったらめちゃくちゃ暑いの。ふざけんなよ。しかも真ん中だから被害がつでけえよ。暑いもんは暑いよ。バカか、マジで。何が食い方下手くそだよ。適当なこと言いやがって、マジで。全部暑いじゃねえかよ。 口の中での冷まし方はあるけどねって、口の中に入った時点で熱いんだから、もう口の中で冷めてもどうしようもねえだろ、もう。そんなのほっとけば冷たくなるんだから、口の中で。そはそうだろ。ふざけてるだろ、マジで。そんなさ、冷静に考えたらさ、めちゃくちゃ痛みに鈍いやつとかさ、痛みに敏感なやつがいたりさ、やっぱするわけじゃん、人間ね。それ熱いやつは熱いし、痛いやつは痛いんだよ。 まあでも猫舌のことは別にあんまり馬鹿にしてくるやついないからムカつかないんだけどな。辛さ自慢してくるやつが一番うざいわ。そっち系で言えば。別に辛くなくないカレんだよ。こっちはあれマジでうざいわ。しかもね、あれねな、なんでうざいか分かったこれ。結構。あれさ、やっぱさ、人生において経験が多い。 その辛さ云々のなんか謎のマウント取られる回数が。やっぱね、同じことを言われ続けると人間ってだんだんイライラしていくんだよ、あれって。その別の人に言われてても。やっぱ蓄積ダメージなんだよな、あれって。ホラー好きの怖くないよ。いや、まあでもそれはちょっと違うかもな、ね。辛さ好きが辛くないよって言ってくる辛くないよのニュアンスと、 ホラー好きが怖くないよって言ってくる怖くないよのニュアンスって結構違うんだよホラー好きの怖くないよは本当に怖くないんだよ、多分あれって。本当にこのくらいだったら多分いけるだろうな。の怖くないよ。なんだよね。で、辛いもの好きの辛くないよって、やっぱ基本的にで、やっぱね、含みがある。基本的に。 え俺は辛くないけど、かっこでやっぱ俺はが入ってんだよ、やっぱ。で、仮に俺さ、俺基本実家のカレーが甘口なんだよ、俺。ずっと。で、俺人生で初めてココイチ食ったの、二十歳超えてから東京来てからなんだけど、ココイチ食った時に、うわ、辛って思ったの。もうな、ね、ゼロ、ゼロ辛で、普通で。うわ、辛って、 っって思ってで仮にそれを「えこれ辛く感じるの?」って言われても俺そんなにムカつかないよ別に何も。俺これ辛いわって。でこれが辛いんだへーみたいな言われても別に何も。全然辛くないけどなって言われてもあまあ普通の家だとそうなんかもなって感じなんだよ消化的には。でもなんかその絶対に一般的に辛いと言われてるものを辛くないけどねって言われたらさ 俺は辛くない、辛くないけどなって言われたらさ、なんかやっぱ俺はが入ってんだよな、これって。絶対に。もうほぼ確信、もう98%そうだと思う。で、別に最初はそれでも何も思わないので、それをさ、やっぱ人生においてでもさ、もう100回、200回って聞いていくとさ、いや、もういいってそれってやっぱなってくんだよね。なんか俺、 ちょっと電話してくるわ。俺のカレーが。カレーあったんだけど、ちょ、行ってくる。おりおり、子供と電話してた。ねえ、うん、もう悩み散らかしちゃってくださいもん。好きそうなタバコはなかったですか <laughs> え、今気になってるのはチルイってやつですわね。おー。チルイ。 ああ、買いに来ましたよ。やば。すみません。ありがとうございます。<laughs> <laughs> じゃあ、ちょっとさっきゆっくり、あのね、あの商品見てくださいね。ーはい。はい。また方から、ぜひいつでも、どうぞ。ありがとうございます。また来ます。ありがとうございます。はーい。ありがとうございましたーし。はーい。はーい。一からでも、めちゃくちゃ辛い。 あ,あどうでしたかコメント見てなかったけど釣れてましたかあ,あ辛いいや本当に辛いんだけど本当に辛いかどうか置いといて辛いっていうことで 何々辛いっていうことでやっぱ辛さ自慢の人たちって辛くないよって言ってくるか自分は何辛かなって言ってくる人がやっぱ多いんでちょうどちょうどねそんな辛くないけどなちょうどこの間その話をしてたからちょっと試しに言ってみようかなって。